皆さんこんにちは。今回ご紹介するお店がこちら、岡山の2号線沿いにありますドライブインアローズさんです。こちらお食事処なんですけど、宿泊所が完備されている、ちょっとね前から気になっていたドライブインなんですよね。まあ、今回はね宿泊所は撮影しないんですけど、このお食事処、まあ、食堂ですよね、まあ、そこをねご紹介できたらなと思います。それではね早速行ってみましょう。店内の様子がこんな感じでございます。どうですかね。なんかね個人的にはね平田食事センターみたいな雰囲気が少ししました。どうなんでしょうかね、まあ、こんな感じでね本があったりね、ガラスケースの中にこうやってサンプルが、本当に最近見なくなりましたよね、こういう感じのサンプル。続きましてはこちらガラスケースの中に入ってますお惣菜ですね。単品お惣菜、なかなかこういう感じもねなくなりましたね。あの昔ながらの食堂ではね結構こういう形で見ました。さてメニューもねいろんなメニューがありますね。人気メニューとかね、一応こちらね前払いのお会計になります。お酒を飲まれる方は後払いだそうです。まあ、いろんなねメニューがあります。ちゃんぽんとかもうラーメンとか丼系とかね、カレーライスとか炒め系とかね、何にしようか迷うところなんですけども、まあ、今回ちょっとねおすすめのメニュー、こちらが人気トップ10ということで、上から下まで本当に悩むネタばかりですね。どうしましょうかね。まあ、今回はね無難に焼肉定食行ってみたいなと思います。暑いですからねスタミナつけてという感じで注文します。そして焼肉定食やってまいりました。こちらですね、こちら680円なんですよね。コスパ的には最強かなと思います。それでは早速焼肉定食いただきます。こちら焼肉定食なんですけどね、脂っこさもなく非常にね食べやすいかなと思います。まあ、特にお昼時とかね午後の運転とか支障を来さないような、そんなね、脂っこさというか、焼肉定食かなと思いますね。まあ、その他ねいっぱい食べたいものあるんですけど、今日はこの辺でごちそうさまでした。すいません、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今何年ぐらいになるんですか、もうオープンして。
昭和47年オープンしとるから、もうだいぶ、もう50年近いでしょう。ね、47、8年。結構。48年ぐらいですね。雰囲気いいんで、また来ます。はい、また来てください。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。ドライブインアローズさんに行ってみました。でね、チャンキさんとかね、その辺とかもなんか行ったりしてて、でまあ店員のね方も結構親切に対応してくれました。もう全然撮影っていうか大丈夫ですよっていうことで、もう懐かしのなんかドライブインの食堂みたいな感じですよね。なんかちょっと平食のその食なんか一部みたいな雰囲気のある、でなんかかなり結構ね馴染みのお客さんとかが来られるような感じで、まあトラックのね方が多いかなと思います。宿泊施設もね一泊なんか3000円ぐらいでまあお買い得な、感じでね、ちょっとまた泊まってみたいなって思うような感じでしたね。どんな感じなのか、はい、というわけでまたね、あでもなんかね奥の方にスロットのマシンとかあるんで、もしかしたら昔ゲームセンターみたいなのがあったのかもしれないですね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうかなと思います。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。